テイラー・ドゥーシットは1920年代に活躍したアメリカメジャーリーグの野球選手。主なポジションは中堅種。アーカンソー州リトルロック生まれ。右投げ右打ち。センターとしてのアウト起用率は史上1位。外野としてのシーズン視察数記録を持つ。1923年にカリフォルニア大学からカージナルスに入団。 デビューから3年間は控えの外野手だったが、1926年にロジャース・ホーオーンスビーが選手兼任監督となった年に守備の良さを買われてレギュラーに定着する。長打力を持った打者ではなかったが、この年にはリーグ最多の37ギダを記録、打率308と23盗塁の成績でチームのリーグ制覇とワールドシリーズ制覇に貢献した。 同年の外野守備でもリーグ最多となる440の視察を記録している。2年後の1928年にはほぼフル出場となる154試合に出場、打率295、191安打の成績を挙げる。この年ドゥシットはメジャー歴代1位となる547の視察を記録、自身2度目のワールドシリーズに出場した。 翌1929年は打率336、206安打と打撃面でも好調なところを見せた。1931年のシーズン中にトレードでレッツに移籍したが徐々に総力が衰え始め出場機会も減っていった。2年後の1933年に開幕してすぐウェーバーに出されシカゴカブスで27試合に出場した後6月末に マイナーリーグに移籍し、以後メジャーでプレーすることはなかった。1986年にカリフォルニア州フリーモントで死去。現代メジャーリーグでは1試合あたりの投手の脱三進数が増加してきており、その分外野出資数は減少傾向にある。2007年のシーズン外野出資数の最多は、ナショナルリーグでアンドリュー・ジョーンズの396、アメリカンリーグでは、 カーティス・グランダーソンの428シーズン500視察以上の記録は1980年以来出ておらず、ドゥーシットのシーズン視察数は徐々に破られにくい記録になってきていると言える。ありがとうございます。